わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。いやー、渋いですね今回。今回 MC をさせていただきますホロスターズ育成リカです。そして今日もホロスターズからいろんなメンバーが集まっています。じゃあアルさんからお願いします。はい、同じくホロスターズ育成のアルラディスです。よろしくお願いします。なんだ今のは。そのためなんだ。一番大事だからここが。なるほどね。引きつけて引きつけて。はい、ホロスターズ3期生の荒神大賀です。しっとりですね。食べる人しかいない。食べる人しかそう、この間が大事だからね。そう、魅力だから。今先輩を見て俺は成長したんだから今。なるほど、ね、素晴らしい。そう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 、悪しき慣習みたいになるからね。あんまりね真似しなくていいかなと思うんですけど、この番組はですね、見て盗めって言われてるから、はい、この番組は、いろんな企画に挑戦しながらホロスターズの新たな魅力を多くの人たちに伝えていこうという番組になっております。はい、素晴らしい。はい、ワチャスタだとこの組み合わせ、この3人は初めて。なかなか珍しい、まあ、よね。まあ、共通点背高いぐらいですか。ぐらい。あ、まあ、あの分かんないけど、男前。男前。あ、素晴らしい。あ、なるほどね。落ち着いているとかね。あ、そうですね。3分の2人外ですけどね。色気があるみたいな。そういえばそうだな、中央の俺以外人じゃないんだったら忘れてた。でもアナさんピザ人じゃないんですか。ピザってなんだよ、食い物だ俺。ピザのチーズチーズじゃないんですか。俺本体を妖精にするな。ホロスターズ人いなくなるぞどんどん。なんと、なんですか今日は。はい、はい、いきなりなんですけど。いきなりとある発表があります。こ最初に、終わるかもしれん。あ、10行く前に終わらせようってこと。あるな、来期。あ、来期にこれあるな。来期始まるよとかかな。めちゃくちゃホロスターズとかになる。あ、めちゃくちゃめちゃスタ、まあ、アリーズめちゃスタ、うん、なんかちょっとなんか完璧テコ入れなんだよな。完璧テコ入れ。いや、マイナスな感じじゃないと思います。マイナス なんかもらえるんですか。まあもういいや、じゃあね、出しちゃおうかね、はい。あ、お願いします。はい、はいはい、じゃあこちらをご覧ください。おー、なんだこれ。おー、わちゃさ背景がリニューアルしました。あー、ついにできたか。いや、なんかバラエティのなんかほんとスタジオみたい。やっとできたか。やばくない、これ。よかったよかった、はい。いや、昼の番組とかありそうですけどね、これね。いいね。どうですか。てアナさん、やっぱピザさ、そこに置くのやめてもらえますか。いや、ね、急に出番来たからさ、ちょっと置く場所なくて。やっぱピザのせいなんじゃない。なんでさ、そのさ、コートちゃんとさ、さっきかけてるのにピザだけそこに置いとくの。だってアルさんがここにピザ置いたせいでこの部屋ピザ臭いからね。マジでよ。一番テンションが上がる匂いだろ。困りますよ。だからさっきアナさんのチーズかなと思っちゃったんだよ俺は。怖いわ、困るわそれは。まあ俺のは首飾りスペアと、そうですね、まあ、ギターが置いてあるなっていう感じだね、うん。でもこの話でいくとアルさんのジャケットも実は何着かあるんじゃねえかって。これはね、似たようなのは、これ多分かけたのはホワイトデーのやつかな多分。ね、ああ、会、うん、衣装なんだなこれ。そう、白い方の衣装がしっかりかかってるんです、ね、いつでも着替えられるようにね。はい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 。あと食べかけのピザね、うん。これだんだんあの悪くなってくんでしょ、どんどん。そうそうそう、まあ、ここに置いてる限りだん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 やばいよね。チーズも垂れていくし。そう誰かのチーズ臭がさらに不臭になっていく。スタッフさん片付けといて、これ後で。悪くなったら俺がちゃんと新しいの変えてくるから。ダメですよ、本当にね。でまあいろいろバーって言って、大賀くんのが、まあ俺はこの首のね、あ、そう、ネクタイと、あと俺が今日乗ってきた牛。みたい、牛乗ってきた牛。乗ってきた牛。これ何？なんで？え？なんか普通に生き物が存在してるの。大学は牛の形になるわけじゃないよね。そんなトランスフォーマーじゃないんだから。これなんで？俺はちゃんとこれ乗ってきたの今日。うん、あ、乗り物なんだ。そう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 。微動だね。路中？路中ってことこれ？路牛。あ、いや、路牛か。路じゃないだろここ。まあ他のメンバーもね、まあわりかし見たまんまのものがたくさん置いてあったりとか。うん、これあれだ、あの子のだとかね、うん、いろいろとまあ、ね、ワクワクしてもらってね。まあ、雅の要素だけがめちゃめちゃ広く使われてますからね。左上の桜。そうだね。からこのスタジオ全体に広がっているこの花咲ワールド。花っていう、そう。まあ花咲ワールドでね、まあやっぱり。ね、我々を包み込んでくれる優しい男だから、はい、もう先陣切ってますから。そうですね、うん、ごめん、じゃあ1個だけ突っ込んでいい、ね、1個だけ突っ込んでいい、はい、大賀君の頭の上に紫色のガムが落ちてます。それはねもうね俺は突っ込みたいさんけど、ガムが落ちてます。本当は乗ってる。あのねこれ実在したんだね。これ何なんこれ、これ何なんでしょう。シエピの丸でしょ
シエピの丸ってシエピの丸これ丸って何なんだ、ね、なんまあ詳細はシエピが出た時に聞こう。そうそこに、うん、そこで、まあ、そこまでそれはちょっと意味わかんなすぎるからシエピよろしくって感じでめっちゃ気になるんよ。はい、すいません突っ込んじゃって、ね、新しくなったということで、これからもよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。いいですね。じゃあ企画に行ってみましょうかね。はい、行きましょう。はい、まずはこの企画をやっていきましょう。ホロスターズの文才査定企画、文豪は何と答えた。タイトルからじゃあちょっと何か分かんないですけど、大喜利あれですよ、うん、今日なぜ呼ばれたかというと、うん、はい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 、まあ、ホロスターズ随一を争うインテリ部。あー、ね、そこかあ、まあ、インテリですからね。まあ言われたらね、もうそれはそれしかないって感じだね。バレちゃったんだねやっぱ ね、この3人は、ね、出ちゃってたね。所作とかから出てんのよ、うん、そうでござるな、本当に、まあ、しょうがないね江戸なのよそれは。まあそこをねアピールして今日は、この企画は文豪たちが小説の中で使った美しい一節や実際に行った行動からあたかも文豪になったつもりで美しい表現を考えて入れ込む才能テストです。はい、うん、誰の回答が最も美しかったか最後に多数決で決めましょう。なるほど、ですね、了解です。はい、分かんない人もいるかもしれないんでちょっと例題として、うん、はいはいはい、例をねちょっと言いますけど、英語教師をしていた文豪夏目漱石は I love you を訳すときに教え子にロマンあふれる日本語訳で教えてたと言います。何と訳して教えていた。はい、これ正解分かる人いますか。はい、じゃああるさん、月が綺麗ですねでしょ、確か。正解です。ありがとうございます。あら、ロマンティック、おしゃれ。これなんでこうなったんですかね。月が綺麗ですね、月が綺麗ですねっていうこの表現をねちょっと変えたってところにやっぱ着目して、うん、まあその文豪感が出てるんでしょうね、うん、こういうところにね。なるほどね。もう大体分かったと思うんで1問目いっちゃいますか。いっちゃいましょう、はい、お願いします。ドドドドドドドン。芥川龍之介の言葉から人生は丸々に似ている、うん、重大に扱うのはバカバカしい、重大に扱わなければ危険であるに入る丸々は答えてくださいなっております。難しいね、まあ、これは、うん、もうすでに深いからな、はいはいはい、丸々ね、文字伏せられてるのに深いって面白いよね。確かに人生に似てるものって、あ、今日ちょっとヒントが入りました。2文字ではないそうです。あ、2文字ではない。2文字で考えたらもうすでに2文字でもいいよ別に、まあ、2文字でもいいんだよね。俺たちなりのってことだからね。寄せた結果正解になっちゃうかもしれないよ。なるほどね。芥川龍之介が降りてきてスッと答えたら奇遇ですねみたいになるかもしれないから、はいはいはい、それはもうしょうがないですけど、ちなみに知ってないでしょ、知らないでしょみんな。これ知らないね、聞いたことない、ね、あ、じゃあ俺行きます行きます行きます。さすがホロロイド、まあ、やっぱね、はい、サクッと行きますよ、うん、人生は爆発物処理に似ている、重大に扱うのはバカバカしい重大に扱わなければ危険である。いや、重大に扱え、シンプルに。それはバカバカしいバカバカしいじゃダメだよ。でも爆弾なんでしょう、そのバカバカしい、なんでこんな危ないのにその処理しなきゃいけない。でも扱わないと、あ、なるほどね、なるほどね、っていうね、ほら、その行為自体がバカバカしいが、そうそう、まあ、やるとなればと。うん、あ、なるほどね、うん、芸術も爆発、人生も爆発ね、うん、なるほどね、爆発物ね、なるほど、なるほどね。じゃあ次俺言っていいですか。はい、お願いします。はい、うん、じゃあ俺はこれです。人生は料理に似ている、重大に扱うのはバカバカしい、重大に扱わなければ危険である。うわー、どうですか。あ、うまいですね。料理を危険とするのがなんかちょっと、ね、料理をそう、うん、あのちゃんとしないとやっぱりほらね、それこそ昔の人が毒のフグの毒とかでさ亡くなられてるわけですよ、うん、だからちゃんと考えないと危険ではあるけれど、あまりにあのそれに重点を置きすぎるのもバカバカしいと。なるほど、なんかそれらしい、それらしいこと言ってやがるな。でしょ、この魔人は。オーラ見ろ、俺は文学マジなんでね。いや、これぐらい出ちゃうわけですよ。なるほど。あ、そのな、あ、でも今2つのもらって完全に流れが分かった。流れ分かった。これ俺多分ね、答えかもしれん、うん、ちょっと今すごいの来てる、たどり着いてしまった。文豪あるなんですが、気になる、やらせていただきます。いいですよ、お願いします。人生は、はい、筋肉に似ている、重大に扱うのはバカバカしいが、重大に扱わなければ危険である。俺たちのやつどこにあったんですか。どこ、いやいやいや、完全にそこの流れでしょ。筋肉というものをね、うん、重大に扱うのは、まあ、確かにちょっとバカらしいじゃない、ね、どうしたどうしたってなるじゃん、うん、そんな筋肉ばかりを愛して、うん、ね、うん、他のものに目を向けろってなるじゃん。でも、うん、でも
その筋肉というのはその力だから重大に扱わなければ、うん、一歩間違えればね、過ちを犯してしまうと、うん、危険だよと。要するに、うん、あの持ちすぎた力は、過ぎた力は、むやみに振るうと危険であるってこと？そういうこと、そういうこと。多分これ正解よ。ちなみに正解とか、あの実際はどういったんですか？実際のね、芥川さんに俺は近づけなかったかな。はい、お、一箱のマッチ、随筆、啓育書だったかな、主樹の言葉からの一節、うん、人生はあまり深刻に扱うべきではないが、だからといって気を抜いて軽く扱っていると大変なことになることを、一箱のマッチ、おい、うん、俺ほら俺え、ちょっと近くじゃない、マッチとバカしちゃうとちょっと、いやいやいや、燃えるって危ない、ほら爆発犯、俺、いやそれで言えば俺が一番近い、いや筋肉はないだろ、いや筋肉を言い換えてごらん、筋肉を言い換えてごらん、マッチョでしょ、文字のね、ほら雰囲気はね、一箱のマッチョじゃないのよ、これ一箱のマッチョ、一箱のマッチョ気持ち悪いんだ、いや龍之介ね、マッチョって書きたいって言ってた、なんかそれで言ったらね、ったったん、王中のやつは料理に火使うから、まあ、火を使うからね、まあ確かにね、丸さんが一番遠いかな、おい、これはまあ答えを見く感じ、俺は王学に一票入れたいかな、あ、マジで、爆発物か料理かで言われたらね、まあね、まあ、正解はマッチョですけど、なるほどね、正解はマッチョですが、どっちかと言われたら王学です、あ、じゃあまあ文学ポイント1ということで俺が、まあいいんじゃないですか、はい、それで、いやでもやっぱりちょっと俺たちの一個上いくな、文豪たちは、やっぱちょっとおしゃ、おしゃる、おしゃるね、しょうがねえ、レベル上げるか、見せつけてやろうぜ、じゃあ次へ第2問はい、文豪川端康成さんの雪国の一節です、うん、駒子の唇はうんふんふんふんのように柔らかであった、はあ、なるほどね、なんかのように例えってことだよね、唇が滑らかなものに例えられてる、あ、でもね、まあ、でも作詞とかもよくこういうの例えますから、まあそうか、あ、じゃあ立国得意分野よ、いや多分ね、これ期待しちゃうね、いけるんじゃないかなと思うんですよね、はい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 、早いね君ら、来ました、俺も思いついたよ、じゃあアルさんからかな、じゃあ俺からでいいですか、うん、はい、コマコの唇は、うん、ニンニクマシマシ油からめのように滑らかであった、メンラーだねそれ、これ一番滑らかですから、滑らかかな、滑らかこの世で一番滑らかなものはニンニクマシマシ油からめですから、ギトギトだよ唇になんか触れたりなんかチューしたりでギトギトだったらもうやだよ、いやコマコはそういうこと気にしないの、安成は気にしてるよ多分気づけなかったか、そこ気づけなかったか、いやちょっと俺この後答えるの嫌だな普通に詩的な答えを用意してしまった、俺はコマコの唇は桜舞うそよ風のように滑らかだった、歌やん、もうほら見ろ、もうこれをおしゃれやん、これを風のようにスッてね、スッていくね、そういうこと、歌だなもうそれ、これじゃあ作詞得意な立花君はどうな、そうですね、まあ雪国の一節なんで、コマコの唇は親切のように滑らかであった、なるほどね、雪国だからね、そう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 、なるほどね、読解力だね、ふわっとこうやっぱ最初のその降ったねばっかりの雪は柔らかいわけじゃん、素晴らしい、多分そういうことなんじゃないかなって、ほこれ正解じゃない、もしかしたら、まあゼロじゃない、ね、もしかしたらガチの正解かもしれない、ちゃんと当たってるかもしれんな、うん、正解はじゃあどうなんでしょうね、美しい美しいヒルなるほど、ちょっと若干その気持ち悪いものに例えてるんだ ね、川端康成はヒルに例えて表現することで、うん、唇の柔らかさの他に女性特有の温度や危うさを想像させる、なるほど、ね、唇がというよりヒルの用途直輸することで読者に具体的なイメージが与えられ、文章よりリアルなものにすることができる、なるほど、綺麗なだけじゃなくてやっぱりちょっとなんかね、やだな、ヒル2枚でしょ、上下で、いやいや上下ヒル2枚、想像しなくていいんです、めちゃくちゃ気持ち悪いぞ、そういう想像だし、だからさ、その綺麗なだけじゃないんだよってことを表してるんだよ、危うさをね、危うさを、あ、あ、でもこれって、うん、アランさんが正解なんじゃない、こんなことだって、ね、ニンニクとかっていうのはさ、やっぱヒルみたいな感じ、危うさですよね、そう、危うさ、危うさはあるんだよ、ニンニクで危うさを出し、ね、あの油の濃い危うさもあるから、そう、確かにマイナス点を入れた面ではしっかりね、あるかもしれませんね、これはちょっともしかしたらアルランデスポイントいただいていいですか、まあ、賛否ありますけれど大丈夫ですかね、
文庫ポイントを、はい、川端アルランディスということでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。素晴らしい本名ですかそれ。川端、そう、川端、そう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 、ついに出てしまった名字が、ついに第9回にして名字が出てしまった俺の急に溢れ出るハーフ感が、ね、じゃあ次いきますか。いいじゃん、はい、1ポイントずつ、はい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 、次じゃあいきましょう、はい、ででん、お、また文豪川端康成の化粧と口笛の一節です。はい、男が家庭を持ちたいってのは、ああああが欲しいからだ。場所、あ、場所だって、ヒント、場所、場所、どういう場所が欲しいな、こういう場所が欲しいからだ、なるほどね。あ、今ちょっと書けないものが思いついてしまったから一回どういうことだよ、何しい思いついたんだよ、え、なんだろうかな。いや、アイドルとしてダメかもしれんな。アイドルとしてもう言っちゃいなよ。うん、俺らに伝えるだけ伝えてよ。大丈夫ですか？全然いいんじゃない？じゃあ2人も許可しましたからね、皆さん。先にそれだけ言ってますね。男が家庭を持ちたいのは授乳室が欲しいからだ。これはどういう意味ですか？ちなみにこれはもうシンプルにおぎゃりたいってこと。バブミね。バブミ。バブミ。そう。なるほどね。これは別に子供が欲しいとか子育てしてほしいじゃなくて、もうシンプルに男がおぎゃりたいからです。ああ、もう本当に、なるほど、甘えたい、そういう思考を持ち合わせているってこと。やめてください、そうやってなんか違います、まあ、発想するということはね。いや、まあ、そう、甘えたいっていうね、そういうね、川端アルランディスをおぎゃりたい、ね、あ、か、うん、川端おぎゃりたい、違う違うですね、アルランディスはおぎゃりたいはなんかやだろ、ダイヤモンドは砕けないみたいに言うなよじゃあ俺はね、はい、じゃあ俺はもうちょっとストレートかな。お、なんだ、はい、男が家庭を持ちたがっているのは、あ、持ちたいってのは真っ裸で踊れる場所が欲しいからだどういうことですか、どういうこと、真っ裸で踊れる、うん、要するに外で踊ったら犯罪でしょ、真っ裸で、うん、家の中だら、だったら踊れるじゃないってこと。あー、一人暮らしの時にしろよそうだ、ね、え、なんで家族がいるんだよ、見せ、見せたいってこと。だってやっぱりさ、極めたダンスは人に見せてこそでしょ芸術ってのは。あ、何、一人暮らしの時に裸踊りをね、裸踊り極めて、極めて家庭を持った時にやっと披露するんだ。そう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 、ステージね。これちょっと多くを語らないんですけど、はい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 、男は家庭を持ちたいってのは、ね、夢の国が欲しいからだ。語れないね。やめろ、編集が大変だろ、はい、ただ夢の国が欲しい、夢の国が欲しいんだよ、やりたい放題全カットだよ、ちゃんとまとめないといけないから、はい、いや、なるほどね、まあ、夢の国ですか、まあ、わかるわかる、国が欲しいわけ、男たるもの、国か。あ、でもね、確かに国っていう言い方は確かにあるかもしれない、これ確かに、あるでしょ、じゃあちょっと正解どんな感じですか、正解は、ね、正解というか、じゃあ出していただきましょう、こちら、うわっ、これってアホになれる場所、これほぼ正解じゃない、非常に繊細な人だったと言われる川端康成氏、家に帰るぞホッとされていたことが伺える。いや、これオーチュン正解ですね、これ俺かオーチュンだないや俺はないでしょ、オギャランディさんないね、え、思い切りアホになれますよ授乳室、いや、オーチュンほぼ合ってる、いや、これ文豪だ俺は、素晴らしい、いや、これすごいよ、2ポイントでしょ、やるやん、これはもうほぼ正解なんで2ポイント、はい、やるな、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ一応ね、うん、次の問題でラストになりますが、ラスト、じゃあ 100ポイントにしよう、100ポイント、ラスト100ポイントね、正解、うん、正解および、近かった、うん、よかったでしょうはポイント100ポイントになります、やった、はい、逆転できる、逆転できる、お願いします、いただきましょう、はい、ルルルルルルン、文豪太宰治の正義と美少の一節です。学問なんて覚えると同時に忘れてしまっていいものなんだ、うん、けれども全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つ紙のが残っているものだ、これだ、これが尊いのだ、勉強しなければいかん、語るね、語りますね、まあなんか勉強何の意味があるんだよの回答だろうね、世の中高生のね、忘れてもいいんだよっていうのがハッとさせられるね、でもね、え、俺これちょっと100ポイントもらいに行っていい？いいよいいよいいよ、これちょっとガチね、ちょっと今までとちょっとくるっと180度、はい、経路変えますけど、ガチで当てに行きます、うん、ほう、私の回答はこれですね、はい、学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものだよ、けれども全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つかみの苦痛が残っているものだ、
あー、それっぽいな。これが尊いのだ。ぽいぽいぽい、これぽいでしょ、ぽいでしょ。これちょっとごめんなさい、100ポイント最後もらいに行っちゃいます。最後ちゃんと文豪力見せとかないと。うわー、ボケをやめやがったここで。いやーもうただの川端オギャランディスになっちゃうから俺このままだと。ダザイワールドとニンニクマシマシ授乳室からね、しっかり回答していくね。じゃあ俺もじゃあガチでいくよ。はい、学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだけれども、全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つかの塩が残っているものだ。これだ、これが尊いのだ。勉強しなければいかん。これはこれは、ね、汗をしようとしてるんですよ。あ、なるほど。この言い換えは塩をね、すごいね、目指してるわけな。そう、汗イコール塩。あ、これは確かに一つかみだから。そうそうだね、一つかみだもんね。そういうことよ。なんかちょっと待って、はいはい、センスだな、これセンス丸やな。いや、どうする、こんなこんな真面目路線に急に変えてきた俺たち。じゃあまあ俺はね、ちょっと活動通してこれを伝えていきたいんで。ほう、なるほどなるほど、これにしますね。ちょっとホロスターズをこれ体現していきたいみたいなところもあるんで。もうそういうところで、そこで来る。いいですか、ここで。はい、学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだけれども、全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つかみの涙が残っているものだ。おー、これだ、これが尊いのだ。勉強しなければいかん。なるほどね、はい、涙ってきた。これはいや全然ありえるぞ。これはね、やっぱりね、笑顔だけじゃなく涙も残していきたい。はいはいはい、これが尊いわけですよ。全部含めて思い出だよと。さあ、最後の100ポイントは誰なんでしょうか。ででん、サキン。あー、ま、なるほど。そっちか。大事なのはカルチベート、洗練、耕すとされること。そして一生懸命勉強して人格を完成させ、はい、エゴイストにならないようにしないといけないというメッセージ。勉強したことを忘れてもその努力したことが尊いということ。これは俺が文字数が合ってます、うん、俺はやっぱり漢字2文字で表現したんで。いや、ちょっと待って。いや、靴は、それ言ったらさ、俺はちゃんとしたあるものだよ、掴める。確かに物だから。そう、砂金と塩はさ近いじゃん、物としての形 は近いかな。確かに確かに、文豪の何ね、心を知ろうみたいなコーナーで文字数が続くる。文字数は関係ないのよな。もうさ、でもまあじゃあこれはみんな33ポイントずつでいいんじゃないの。そうっすね。おい待って、そしたら音楽が勝つやんか。いや、もうここはごめん、立花君に決めてもらいたい。 MC やってるし今。あ、俺、あ、なるほどね。うん、まあ、自分に入れてもいいよ、もちろん。うん、まあ本日の優勝は荒上大賀選手です。いやー、102ポイント。やっぱりね、0対1対102ポイントか。いや、先輩の背中を見てきて全部を吸収してきた俺だからこそのこれですわ。あー、なるほど、強かったですね。そう、今の俺の中にはアルランディスもリッチャーも入ってるから、もうすでに1年の間にしてると、ね、まあでもね、今日はこのコーナーだけじゃないんで、まあ、インテリさらにちょっと深めていこうと思います。さらにコーナーに行きたいと思います。続いては文系企画第2弾、妄想漢字辞典タイマン。いやー、タイマン、パウ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 、タイマンか。タイマンってなんだ。いや、まあ1対1やりますよ。第1と書いてそこは分かりますけど、漢字でタイマンってどういうこと。確かに、まあね、捨て頃よ、捨て頃。はい、はい、これから皆さんには漢字辞典を使ってタイマンしていただきます。例えばね、お題、喧嘩が強そうな漢字、テーマに合わせて辞書から漢字を探してきてもらい対決します。まあ、あるさんだったら、まあ、なんか、ラ、まあ、ラ怒るとか、タイ、オーチュンだったら、まあ、荒髪の髪みたいなね、はいはいはい、直接的な感じじゃなくて、ね、ニュアンスで漢字を。タイマンっていうから俺、漢字辞典のみ武器として許されてここで殴り合うのかと思ったわ今。漢字、おい、文豪、そういうわけではないんだ。電話帳とか強そうですけど。そうそうそう、そうですね。あー、なるほどね、はい、ちょっと探すんですね、うん、そういうんじゃない、物理じゃない、了解しました、物理じゃないんですね。じゃあまず俺が審判をしてやっていきたいと思います。はい、じゃあまず1個目のテーマは、外国人向けシャツにプリントしたら売れそうな漢字。かわいい。なんあ、まあ、要するに漢字の意味が分かんない人が買って喜びそうなデザインの字ってことね。そうそうそう。いや、でもこれはまあね、確かね、俺、うん、例えばだったら、まあ、影武者とかだね、うん、影武者よくない、着たくないのかちょっと。お前誰の影武者なんだよって思わない。
影武者って書いてあって T シャツ着てる人見たらそう思いますね。ちょっと欲しいんだけど、どうしてもなんか外国の人の好きな言葉とか出てきちゃうね、うん、海外ニキビが好きなっていうと俺もう一個しか出てこないな。なんですかね、これって。まあ考えたら先に言えばどっちでもいいですよ。じゃあ俺はやっぱこれかな。もう海外ニキビがこれ好きっていうのすごいさ聞くので、忍び鬼滅おい、ちょっとずらしたな、ずるいぞ。鬼滅ずるいぞ。汚ねえなー。ルレルに決まってるんだよこっちは。字面がかっこいいじゃないですか。これは反則加点としてマイナスかな。えあこれはこすいところが、こすいところが出ちゃったな、ルランデス。あれオリジナルなんだけどな、完全にこすいのよな。こすいとこ出ちゃったね。うん、まあ1問目ですから、はいはい、やっぱ忍びを勝者としたいですね。やっぱまあ文豪なんだわ、俺がインテリなんだわ本物の。あれ、まあ、じゃあ次俺対じゃあオーチュンにしますか。いいですよ、はい、わかりました。じゃあ私が審判させていただきましょうか。いい、ね、はい、お願いします、はい。じゃあ私からのテーマはこちらです。はい、はい、カバンに入れておきたい漢字意味がわからない。どういうことなんだよ、意味わかんねえよ。漢字を入れておきたい、いやこうね、カバンに入れといてこうパッと取り出して使いたくなるような感じですよ。あじゃあなるほどね、なんかなるほどね、あったら有利だろうな、便利だろうなっていうやつですね。じゃあ俺今思いつきましたわ。あすごいね、まあ、早いわ、うん、いいですかもう。はい、いきますよ。はい、はい、胃腸薬いざってとか完全に漢字じゃなくて物じゃないか。いやいやいや、漢字で書ける大切なものじゃないかそれは。いやでもなんか字面的にも良くない、胃腸薬。審判として先に言わせていただきますと、うんうんうん、とがく何書いても勝ちですマジで。でもね俺もね、はい、思いついたよ。お願いします。じゃあお願いします、はい、これです。ポケットからキャンです。キャンキャンって読むの、隠居とかの、男みたいな、そうあれだよね。男だって、男気なの、意味としては男気。あーなるほどね、ポケットからキョンです。はい、ポケットからキャンです。すいません、キュンですみたいに言われても困るんだけど、はい、人気のね。しかも男気がポ入ってってかっこよくない。まあ確かに確かに確かに、ちょっとね、これね、やっぱりね、ちゃんと言わせてもらうと大賀くんの方の字は持ちやすいんですね、はい、さあなるほどね、そういうとこね、人弁のところとかね、グッと掴んで、うん、カバンから取り出しやすいですし、はいはい、形もしっかりね、正方形になってるんで、なるほど、これね、カバンの中に入れやすいんで、おう、まあ、対して胃腸薬はちょっとごわつくかな、カバンの中でね、しまいづらい、ね、3文字だから両手で持てないし、カバンに入れないし、ね、胃腸薬使っちゃダメだぞ、じゃあもうカバンに入れちゃダメだぞ違うよ、ルールの問題だよこれに関しては何言ってんですかというわけでもう勝者は大賀くんです。いやー、ま、でも正直もう一応役出た時点でちょっとリッチの負けは決まってたかなって感じがまあね、負けに言ってた感じがしましたけどね。悔しいぜ。じゃあちょっと俺とリッカくんであれしよう、ドベ対決する、ドベ決めよう。そう、敗者決定戦ね、うん、じゃあ俺が審判ということで、はい、お願いします。はい、じゃあ次テーマ何でしょうか。自分のミドルネームに入れるならこの漢字どういうこと？ちょっと待って、ちょっと待って、全然わかんないな。まずミドルネームっていうのがおそらくその名字と名前の間に何か入れるみたいな感じでしょ。うん、そうだね。ねえ、2人名字って何なの？分けるとしたら、アルランディス？アルランディスかな。アルランディスなの？川端アルランディスやってると川端正式名称になっちゃうからな俺だってもう1文字ずつで分けるしかない。リツかしかないかね。いつかでしょ。なるほどね。なんでこの二人の時にこれ出ちゃったのかちょっとわかんないけど。下の名前がカはいないのよ。ね、あえてもちょっと。そうですね。やってよ。それでもしかしたら新しい名前になるかもしれないしね。まあ確かに確かに。うん、じゃあ俺できましたか。漢字か。また胃腸薬ですか。うん、これです。お、早い。リツ唯一無二かです。いや長いよ。唯一無二って言いたかった。唯一無二の方が勝っちゃってるじゃん。文字数はね。いやでもただもちろん流れというかこの文字の並びはすごい綺麗ですね。美しい。なるほどね。なんか左右対称みたいになってるし。うん、ややお経っぽい、うん。そうそう、なんとなくなんか深い意味がありそうな感じがする。唯一無二か。うん、俺のミドルネーム本舗初公開。俺のミドルネームいきます。はい。アルラン。日本三景ディスデスみたいな、ディスるみたいな、ディスるみたいになってんじゃん。いやいや、ディスってかっこいいでしょ
日本三景と書くことでちょっと美しさもあるでしょ、うん、アルランで切るのね、しかもそうアルラン日本三景ディスそこで切るあるあるなんとかランディスじゃない俺はそう思ったけどあるとランディスじゃないんだアルランで切りますアルランなるほどね、うん、意味がわからん松島天の橋立て宮島ですよ。いやべ、アルさんこれやべえな、この対決、この対決、この対決ね、美しいですよ。かなり危ないな。あのね、これね、ちょっとね、多分あのアルランデス不利なんだと思うんですよ。確かに。全部カタカナだから。まあ、そこにね漢字を入れ込むっていう時点でちょっとね、あの不利だとは思うんですけど、うん、そこを覆すパワーがちょっと欲しかったなってのがあって、ということはで、そうなるとやっぱりその漢字の並びが綺麗で、あ、なん確かに意味がありそうっていう、ちょっと、ね、唯一無二か無二かな、うわかっこいいかなって思っちゃうかな、無二かよ、やっぱ分かりました、負けを認めましょう、私アルラン日本三景ディス、はい、ディス素直に負けを認めます。普通にねディスってる感じがするんだよな。ディスってないよ、三つ中二つ見てるからね俺、実は。待って、あと1個見に行かなきゃ。じゃあ行かない、あと1個、そうなんですよ、いつか3人で行こうね。じゃあ、あーいいね、行こう行こう行こう、3人でね、これは本物のアルラン日本三景ディスだ、そうディスだっつって、じゃあまあ理覚の勝ちということで、よっしゃ、はい、おとなしく負けを認めましょう。しょうがない、今日初ポイントもらいました、これで。確かに、いやでもこれで今日でも今日のこの経験を得てさ、みんなきっと文豪ポイント上がってるよ、まあ、そうだね、レベル上げていくタイプなんでね、いい練習になったわ。そう、よりインテリになったと思います、うん、我ら一冊書きたくなったもん、うん、ね、そこまで、うん、じゃあ、 あの今度なんとかコミとかで出してもらおうか、あ、アルランディスの本、あアルランディスの本まあ、あのアルランディスさんには本をいつか出してもらうということで、うん、すごい約束されちゃったけれどもまあこれであれですか、はい、そうですね、今回は企画的にはこんな感じなんですけどね、いや楽しかった ね、まあ、なんかね、大喜利聞いてる人たちもちょっとセンス上がったんじゃない、これどれが好きだったとか教えてほしいんだよね。間違いなくなんだけど、うん、コメントの方が有能なんだよね、きっと。いや我々も絞り出しましたからね。そうそうそう、いや、むしろ俺たちの知恵、ね、知恵を受けてみんなが頭が良くなってるかもしれない。あ、なるほど、ね、そうそういうこと、そういうこと。まあ笑えてもらえてたらいいですね。生かしてもらえればね。はい、ね、いいんじゃないですか。はい、まあ、僕らインテリ部としてはこれからも頑張っていきたいという方なんですけど、そうですね、はい、はい、今日は皆さんどうでしたか、はい、いやまあ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 、うん、さっき喋った通りね、まあ、うん、俺の新しい苗字が明らかになってしまったり、ミドルネームが明らかになってしまったり、川端アルラン日本三景リス、ディス、川端オギャラン日本三景ディス授乳室絶対覚えられないでしょ、授乳室それさ、結局授乳室の場所名前になってるんだね、室だよそういう部屋だよ、それ部屋だよね、まあ、ちょっとね、そういうね、ちょっと皆さんも驚かれてしまったかね、うん、驚かせてしまったかもしれないですけどね、はい、はいはい、自分が一番驚いたから口が回らなかったけど今、もう全然回ってなかったね、まあ、そういうのも今回は大事なことは、うん、背景が変わったよってとこだけ覚えててもらうね、そういうことですね、まあ、そこですねねえ、そこで華やかになって、うん、豪華になってこれからも続いていくよっていうところをね、よかった、最終回じゃなくて、テコ入れはなかったということですかね、よかった、はい、よかった、うん、今後もちょっとパワーアップしていろいろやっていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、視聴者の皆様はこんな企画してほしい、こんなのが見たいなどあればコメント欄にぜひ書き込んでいってください、はい、よろしくお願いしますので、よろしくお願いします、また次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみに、それじゃあいつもので終わりますか、はい、いいですか、せーの、おつおつさーん。